せーの、こんにちは、りなです。今回は今までたくさん服を買ってきた中で、はぁ、これ失敗しちゃったなっていうアイテムを紹介していきたいと思います。で、まあなんか普段はさ、やっぱこうみんなにいいものをシェアしたいっていう気持ちがすごい強いので、たくさんね、おすすめばっかり紹介してるんねんけど、まあたまにはなんかこういう失敗しちゃったみたいなのもあってもいいかなって思って、っていうのもやっぱみんな失敗したことって絶対誰でもあると思うし、リナもな、ネットショッピングばっかりなんよ、もうほぼほぼやから、今まで散々ね失敗してきたので、そうで、でもさ、そういう時ってそのせっかくお金を出したアイテムを失敗で終わらせたくないやんか。だからそういう時のね、改善策というか、そういうのも提案今回していけたらなと思います。で、あとは昔の自分と比べて、あ、これ変わったかもみたいな、あ、これ着ひんくなったかもみたいな、なんか変化みたいなのを発見したから、まあ、言うたらファッションの垢抜けのコツみたいなのとかもちらっとお話できたらなと思います。それではスタート。まずちょっと分かりやすいのからいこうかな。こちら、あのトレンドに乗っかろうと思って勇気を出してチャレンジしてみたんですが、やっぱり失敗しましたっていう、ローウエストのスカートで、これは GU で買ったやつやねんけど、一回履いてみるな。もうほんまに笑えへんぐらいやばいね。似合ってなさすぎ。ちょっと赤いりっちゃってるなぁみたいな感じやねんけど、150センチの低身長がローウエストを履いちゃうとこんな感じになります。なんか重心が全部下にありすぎて、なんか胴めっちゃ長いし、足割り短い短足みたいな感じに見えるよな。もう一個ハイウエストで履けるすごい、あのカラーとか形デザインが似たようなやつが持ってて、こんな感じのスカートなんやけど、これからのこれで、まあ、やっぱこの一つ変えるだけでもさ、全然雰囲気が違うというか、こっちやったらなんか垢抜けて見えるし、スタイルもさ、よく見えるやんか、腰の位置も高く見えて。やっぱりほんまにローウエストって自分似合わへんねやなって改めて痛感しました。まあかといってさ、じゃあこれをなんかもう着いへんってしちゃうのはもったいないから、一番手っ取り早く対応できるとしたらベルト。はい、ちょっとなんか無理やり感あるかもしれへんねんけど、ベルトで思いっきりハイウエストで履いてみました。でも、もっと良くするんやったらトップスをちょっと変えた方がいいかなと思ってて、これを、はい、こんな感じで首元が結構スッキリしたようなトップスで、あとショート丈でお腹をチラッと見せてみました。最初はもうへんてこで足がマジで短すぎるようなスタイルの悪い感じの子でやったと思うんですけど、それがね、ここまでまだなんかマシに持っていきます。はい、ということで次のアイテムいきます。でも、もしかしたら同じぐらいの身長の人もたくさん見てくれてるから、わー、わかるっていう共感やったりとか、逆になんか今後失敗しないための参考にもなれるかなって思って、一応なんか今日紹介するのは割とまあ改善策がまだ見つけられるアイテムばっかりではないけど、一つだけマジでどうすんのみたいなアイテムがね、あるんで、そう、今日の目玉商品です。楽しみにしててください次はじゃじゃーん、こちらです。これはな、失敗したアイテムではあるねんけど、でもめちゃくちゃお気に入りのアイテムでもあるっていう、なんか変な感じなんやけど、まあ何やろうな、自分なりに似合う着方を見つけたから、もうすっごいよく着てるアイテムではある。ただまあなんか形に関してはちょっと自分には着痩せ面でいくとなかなか似合ってなかった。はい、着てみました。なんかまあ一見、え、似合ってるよりなちゃんって言ってくれる優しい方もおると思うんですけど、もうほんまに個人的に着た感じなんかな、この鳩胸感がすごい出ちゃうというか、なんか強調されてる感じがして、もう首も詰まってるデザインになってるし、しかもなんかこの辺がな、すっごい前にこうボインってさ、こう出てるような感じがして、ここの主張が激しいというか、わかる？わかる？わかるかな？これはちょっと
となんか気痩せしてはないなって思ってんな。あ、そうで、あとこのちょっと中途半端の丈そう、多分こんな感じのさっきさ入ったこのローウエストのスカートと合わせてあげるとお腹がこうチラッと見えて可愛いよっていう、ほんまに今っぽい作りになってんねんけど、もうローウエストなんてもうさっきも言ったけど自己理に自己理すぎて似合いませんっていう人からしたらさ、すごい中途半端な長さなんよこれが。そうっていう風に困ってたんやけど、めちゃくちゃ可愛いあの着方コーデを見つけました。はい、こんな感じです。もう隠しました。はいこんな感じで、このさっきのハト胸感が気になってたところをこういう軽くてちょっと薄めの素材、まあ、言うたら春アウターみたいなものをさらっと上から着てあげるだけでも結構隠れるし、であと中途半端やった丈をもう中に折り込んでショート丈にしました。全身がこんな感じでミニ丈のスカートと合わせて、でこのスカートもポイントでちょっと縦ラインがさ入った珍しい感じのやつになってんねんけど、これがあることでね縦ライン強調されてよりこう細く見えるよっていう感じで、あとアウターも黒を選んでるのがポイントで、やっぱ締め色の黒を上から着るだけで全然な違って見える。はい、こちらのトップスをめちゃくちゃ可愛いと思って買ってみたんやけど、もうこのアイテムの可愛さに似合わずに肩幅がもうとんでもなく可愛くないことになってしまったよっていう失敗したアイテムなんやけど、まずさこれめっちゃ可愛いね、こうキラキラしててなんかフリフリしててでこの肩のところがシアーのリボンになってんねんけど、これ自分で結べるから調整できるねんけどっていうアイテムでさ、ビスチェみたいな感じで着れるよっていうやつで、かわいいと思って着たら結構イカれたな。やっぱここにボリュームがドンドンって2個ついてるからもうボンって大きく見えるねん。全身はこんな感じです。で、これを薄めのトップスを下に入れてみようかなって思ってシアートップス入れてみます。ほい、こんな感じでなんかちょっといいやつがなくって、このインナーがな、ここ透けちゃってるねんけど、ちょっと気にしないでください。で、あとリボンがシアーやからなんかシアーシアーすぎるかなとかって思いつつ、まあでも言うたらこんな感じで下に合わせるトップスの素材を薄めなやつとかを持ってきてあげたりとか、こう透け感のあるやつを持ってきてあげるだけでも結構な華奢見えするかなって思います。あと真夏とかやったらこんな感じで白 T 入れてあげても可愛いかも。でもこの時にもちょっと注意が必要で、白 T もさいろいろ種類があってさ、腕がかなり長めのダボっとしたような白 T のデザインとかもあると思うんだけど、手よりかは結構短めこれぐらいのものと合わせてあげた方がより細見えはすると思う。あとはもう何も着ない1枚できちゃうっていう何も着ずにこれだけ1枚で着るとさ、ここ見てこの大きいリボンで二の腕も隠してくれるから、これいいやんって思って、むしろいいかもって思ってるまである。多分自分がこの服着るには秋冬は向いてなかったんやなって感じ。そもそも次が次これいっちゃうかな。目玉商品いいですかじゃじゃーん、こちらのグレートップスです。まずな、届いてこの大きさね、まあまあ合わせてみるやんか、これいけるかなみたいな感じで思いつつも、まあ、一回着てみようと思って着てみてんやんか。そしたらこれはね、もうどうしようもなくてほんまにただの失敗ですね。これはちょっとアイテムがよくわからんかった。え、見てモデルさんとかさ、ちょ出しとくな。これやねん、めっちゃ可愛くない？超可愛く着てて、え、これ見たらさ、モデルさん結構割とピチめで着てるやん。なんならこれでもこのサイズ感がピチピチで着れるほどモデルさんってさ、その多分硬いめっちゃいいみたいなわけじゃないと思うね。なんならめっちゃ細いしな、おかしいなこれめっちゃ楽しみにしとってん、リナ超可愛くてさ、
ピンクのロゴでな。で、なんか一回これ彼氏に着せてみようと思ってこの間着せたんよ。で、そしたらなんか彼氏もな、結構ガタイいい方やと思うね。ちゃんとこの辺厚みもあっての彼氏ですら垂れてた。こんな感じで誰が着れるんですかって思っちゃうぐらい、これはもうガチの失敗です、最近の。っていうことでした。ってことで次が、あのグレールで最近ゲットしたやつやねんけど、このチュールのキャミなんやけどさ、購入品の時にも言ってんけど、やっぱここの幅が結構ゆとりがあって太めに作られてるから、ふわっふわっみたいななってしまって、ちょっと着太りしちゃったよっていう感じのアイテムですね。このチュールが結構ゆるい感じやから、中をもうミニティーとかでピチピチにしちゃう。まず一つ目かな、やってみる。見て見て、こんな感じやったらどう？なんかデニムも可愛いかなって思ってんけど、もう足出してもうスッキリさせちゃおうって思ってあ、結構マシかな。なんかこういうふわふわっとしたワンピースを着てるのかなって思う。でも中はさ、ぴったりした T シャツやし、バランスは取れてるかなって思うな。あともう一個やりたいのは、トラックジャケットを中に着てみたらどうやろうって思って。お、どう？え、結構いいかもしれへんこれ。え、可愛い、今っぽい。まあなんかあえてこういう中にゆったりしたタポンタポンってしたようなのを入れてるからふんわりしちゃうんだよっていう、そのあえて感を醸し出したもん勝ちかなって思って。可愛いよな。で、あとリナが結構避けてるというか、もう絶対に買わないように気をつけてるよみたいなのがあって、まず一つがパッド入りが入ったやつなんやけど、あの肩パッド、マジでもうガンダムみたいになっちゃう。でな、ちなみにこの白シャツも肩パッドが入ってて、もうすんごいボワーってなってたんやけど、肩パッド自分で取りました。どうしてもこのショート丈の下にゴムが入った感じのなシャツが欲しかったから、これしかなくってさ。で、あともう一つはもう結構ボディラインが見えるようなピタッとしたワンピースとかも割とね、ちょっと着ないようにしてます。マジで高身長でスタイルが良くて、もうほんまに韓国とかのサイトのモデルさんみたいなさ、体型の人が着たりするとさ、すっごい可愛いと思うねんけどな。もうなんか自分が着るとすごい似合わなくって。そうなんですよ、ほんまに買わへんようにしてるから、全然持ってないから見せられへんねんけど。あ、でさ、こっからちょっと話が変わっちゃうねんけど、昔これをすごい着てたけど今は着ひんくなったみたいなアイテムがあって、まあトレンドとかもあったりするとは思うねんけど、ちょっと自分の中でもこれって垢抜けたポイントの一つかなって思ったから紹介させて。カラーパンツをほんまに履かなくなった。昔はいっぱい入ってたし、それこそ動画でも紹介してて、グレールのセンタープレスストレートパンツっていうのがすごいお気に入りやってさ、みんなにバンっていっぱい紹介してて、でリナも7色ぐらいとかなんか持ってたりしててんけど、ほんまに今使うのは黒と白ですなんか前はすごいさ、トレンドもあったからな、みんな履いてたりしててんけど、今はさ全然履いてる人がさおらんくなっちゃったやんか。それこそなんかノームコアとか、もうシンプルを極めたファッションとか、あとはまあ色をあんまり使わへんモノトーンな感じとか、ベーシックなカラーのファッションとかが流行ってきてると思うねんけど、でもな、やっぱりリナってな、カラーがめちゃくちゃ大好きなんよ。なんか常に色をどっかに入れておきたい人間で、で昔はそういうカラーパンツとかが流行ったからそういうのを着ててんけど、じゃあ今はどうしてるんかっていうと、これはね、インナーとか、あとバッグとか小物とかに差し込むことが多い。あとはシンプルな T シャツではあるねんけど、ロゴの色でちょっと遊んでるみたいなものとかをよく着ることが多いです。例えばこんな感じで、全体のこの何大きい面積とかはもうグレーを結構占めてて、ボーンってグレーがメインではあるねんけど、インナーに青を入れてみるとか、こんな感じとか、中を黒にしてシンプルにしちゃうっていう時は、後ろはバッグで入れたりとか、こんな感じです。
こういう一つのアイテムでも割とメインは使いやすい色味やけど、ロゴが差し色になってくれてるとか、こんな感じでカラー使いをねすごい楽しんでますね色使いとかを褒めてもらえることがすごい多くて嬉しいねんけど、みんなにはいっぱいいろんなカラーをチャレンジしてもらいたい。なんかパーソナルカラーとかにとらわれすぎずに、もう例えばさ、まあさすがにこういうのをボンって着ちゃうと最初からな苦手意識出ちゃうかもしれへんけど、まあ、それこそさっきのこのインナーでさ、アウターでほぼ隠れるけどチラッと見えるとか、あとこれはちょっと顔に近すぎて挑戦しにくいっていう人はそれこそシンプルにバッグ、顔から離れてるところに持ってきてみるとか、カラーをっていう感じで挑戦していって、もうどん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 ねカラーの楽しさを知ってほしい多分リナの動画、普段紹介してる YouTube とかもたくさんカラーが出てくると思うねんけど、お気に入りのカラーとかをね見つけてもらいたいなって思います。はい、ということで今回は、まあ、リナが失敗したアイテムと、まあ、改善策みたいなのを話したんやけど、みんなが失敗したアイテムとか、あとこれ着回ししづらくってみたいなのとかがあったら、ぜひコメントで教えてください。なんかリナは何やろ、解決できそうな感じであれば着回しとかもう紹介できたらなと思います。ということでこの動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタ部や TikTok もやってるのでそちらのフォローもぜひお願いします。ということでバイバーイ。